はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日は2022年グランプリシリーズイギリス大会男子ショートプログラムの結果を振り返っていきたいと思います。今大会スケジュールがこれまでの、今年やってるグランプリシリーズのものと少し違ってまして、今この動画を撮影してるのが11月12日の朝8時なんですけど、今回お話しする男子ショートプログラムは先ほどの朝4時半頃から行われてまして、で女子のショートが今夜の夜中0時頃からやる予定になっていて、男子フリーが明日の朝5時から始まるんですよ。そんな感じなので、今回はとりあえず先に男子ショートプログラムの動画をささっと作っちゃいましょうかっていうことで、こっちの事情をゴリゴリに押していきたいなというふうに思います。フリー終わった後に改めてきっちり振り返りますので、今回は緩い感じで聞いていただければ幸いです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ということで、男子ショートプログラムの結果がこちらになります。1位サドフスキー選手、2位グラッスル選手、3位バシリエフス選手、そして日本勢は4位佐藤選手、5位島田選手、7位坪井選手という風になっています。佐藤選手に関しましては、4回転ルッツ完璧、4回転トーループでステップアウト、そのためダブルトーループつけたんですけど、脳幹のコンボ扱いと、でトリプルアクセル完璧、スピンオールレベル4、ステップレベル3といった内容になってます。冒頭の4回転ルッツがもう本当に鮮やか、鮮やかすぎて最初速報でトリプルルッツ判定にもなってましたし、僕もスロー映像で確認するまでは4回転飛んだが確信持てませんでした。僕自身もそんなに動体視力悪い方じゃないはずなんですけれども、佐藤選手のジャンプだけは何回見ても、飛んだジャンプの回転数に自信持てないですね。そういえば去年のスケートアメリカのショートプログラムも、怪我で予定変えて、で2本目にルッツ持ってきてたんですけど、まさかそこで4回転やると思ってなかったもんで、プロトコル見るまでずっとトリプルだと思い込んでたっていうのを思い出したんですけれども、佐藤選手に関しては4回転の、特に最初2回転目くらいまでの回転速度がもうえげつないと、他の選手と比較しても圧倒的に速いので、マジで目の錯覚を起こすんですよね。あと昨今の男子の、ジャンプの高難度化が激しすぎるので感覚バグってきてるんで、冷静になりたいところなんですけども、佐藤選手去年怪我して、で今年の頭に手術をして、で国内大会、数試合挟んでるとはいえ、久々の海外試合でいきなりマックス構成まで戻してこれてるっていうのはもうめちゃくちゃすごいことですからね。ショート4位スタートにはなってるんですけど、上位との点数もそんな離れてないので、ある程度の状態までフリースケーティング持ってこれるんだったら、佐藤選手はジャンプ構成でゴリゴリに押していきますので、逆転優勝十分ありえると思います。続きまして、島田選手、2本の4回転を着氷、トリプルアクセルはステップアウト、スピンはオールレベル4、ステップレベル3といった内容です。ただ4回転2本ともにクォーターがついてしまって GOE でマイナス評価になってしまいました。スケートアメリカですね、ショートプログラムで大きいミスが立て続けに起こってしまって出遅れる形にはなったんですけど、そこから比べると大きく修正してこれたんじゃないでしょうか。なんだったらそれまでですね、シーズン1戦目2戦目のことを考えると、この演技ですらまだ調子戻りきってないのかなっていう感じなんですけれども、決して状態も悪くなさそうなので、点差を考えても表彰台まだまだ乗れるチャンス転がりまくってると思いますので、頑張ってほしいですね。言い方あれなんですけど、今大会結構穴場大会になってますんで、ぜひともね、表彰台確保してほしいなと思います。続きまして、坪井選手、4回転サルコー、トリプルアクセル完璧で、コンビネーションジャンプだけファーストジャンプでオーバーターンしてしまって、でセカンドジャンプがダブルになってしまったと、スピンは2つレベル4、1つレベル3、ステップレベル2といった内容になってます。ただ4回転サルコーでクォーター判定になってしまって GOE がマイナス評価になってしまってますね。でここですね、速報値ではプラス 2.7 の加点がついていたのにもかかわらず、テクニカルスペシャリストがクォーター判定しただけでも GOE がマイナスまで振り切って、で点数下がるんだっていう感じで、もう毎回これ見るたんびにしんどっていうね、なってるんですけれども、これについて文句言ってもしょうがないんですけれどもね、あんまクォーター好きになれないですね。とはいえ坪井選手に関しても状態悪くなさそうということで、むしろシーズン序盤ですね、怪我のため構成思いっきり落とした状態でスタートしたことを考えますと、グランプリシリーズで、ちゃんとここまで状態持ってこれてるっていうのはもうさすが
というほかないですね。フリースケーティングも頑張ってほしいです。その他海外勢についてつらつらお話ししていくと、1位のサドフスキー選手は、特に冒頭2本の4回転サルコーとトリプルアクセルはサドフスキー選手の中でもトップクラスのクオリティのものが出せたんじゃないかってぐらい素晴らしくいいジャンプだったと思います。ショート首位は正直予想はしてませんでした。2位のグラスル選手は安定感は申し分ないんですけれども、回転不足の判定がついてしまうことがちらほらあるので、見た目と点数が相変わらず噛み合わないっていうことが多い印象ですね。とはいえ今回は細かいミスとか取りこぼしがあったので、そんな違和感はないっちゃないんですけれども、3位のバシリエフス選手は冒頭の4回転サルコー以外は完璧に近かったですね。もともと4回転だけが大きな課題っていう感じだったので、そこ以外がしっかりまとめることができたところは良かったかなと思います。で、今回ショートは少し振るわなかったものの、この曲ムッツってなったのが木渡選手。小技が要所要素で効かせてくるっていうところもあるので見てて飽きないですよね。びっくりしたのが、12位のクビテラシビリ選手、まさかここでジャンプ全ミスするとは思ってなかったです。コンビネーションジャンプ 2-3 で入ってるんですけど、予定は 4-3 ですからね。ここからフリースケーティングで立て直すイメージがちょっとと湧きにくいっちゃ湧きにくいんですけれども、フリースケーティングね、クビテラシビリ選手の意地の演技が見れるということを期待したいと思います。そんな感じで今回ちょっとマジレスが入ったところあるんですけれども、フリースケーティングの後もね動画投稿しますので、ぜひお付き合いいただければと思います。このチャンネルではフィギュアスケートに関する動画を投稿してます。フィギュアスケートが好きな方はぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。